さて韓国国内でも成功例として、伝えられているドイツの謝り方を見ましたけど、一方、まあ、世界一の帝国 でありました、はい、イギリスはまだ例えば隣アイルランドといろんな摩擦が続いてます、はい、やっぱり引きずるものなんですか。アイランドとイギリス、まあ、アイランドイギリスじゃなくてアイランドとイングランドの関係で考えた方がいいんですよ、うん、であのすごい、まあ、韓国と日本と似たようなところがいっぱいあるんですけど、うん、結構の違いもあるんですよ。一つのは例えば今のアイランド人はイギリスに住めばもう投票権とかもイギリス人並みの権利あるんですよ。なるほど。だからそういう緊密な関係は継続したんですよね、うん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 、であのアイランド人はその独立を勝ち取ったものをなので、うん、その時はイギリスと交渉してあのなんかそういう今までの形を決めたんですね、うん、あの日本と韓国の場合はあの戦争が、うん、日本が戦争を負けたから独立したんだから、うん、多分そういうあの摩擦が続いてるんですね。でも、うん、イングランドとアイランドの関係は摩擦はまだ残るんですよ、うん、だから今 の EU の離脱にもちょっとそういう摩擦が出てきてるので、うんはい、でもなんかそれを、まあそれはそれ、これはこれ、これというのは区別して、まあ、先に進むというのは、まああのまあ、大事な身の思うというんですね。日韓関係は、ね、よく解決じゃなくて管理が大事だということをよく言います、うん、つまり日韓の歴史認識をお互いも解決して一つの歴史認識を持つのはほぼ、うん、それこそ、まあ、少なくとも100年ぐらいは難しいかもしれない、うん、となるとこういうその非常に葛藤要素が常に水面下にはびこっているような状況なので、これが水面の上に上がってこれないようにそこをまあ抑えながら管理していくと、うん、今ところがむしろ政治勢力の方がそれをまあ一生懸命掘り起こして、うん、葛藤は仰いでいるような状況が、まあ、続いている。お互いには解決はしたくないんじゃないですか。それは落ちつ持たれつの部分もありますよね、うんうんうん、それは政治家がっていうことでしょうね。いや政治家ですよ、国民じゃないんですよ。国民も企業も、はい、おそらくこの問題解決を一刻も早くしてほしいと、うん、もう思ってるし、世界も中国はどうか分からないですけど早くこの対立を解消してほしい。中国はどう見てますか。中国やっぱりあの歴史問題はあの今の段階になって、まあ、世界一を目指している国としてはそれをなんかこう障害としてなりたくないというのは本音ですけれども、だけれどもあの日本もあのそういう態度がこうなければそういうできないことで、うん、なんでそういうと日本 その政治家たちは話しするときにやっぱりちょっと配慮をする部分があって、だからそういう配慮を断った上で自分の主張をはっきり主張 しなければいけないんですよ。あのさっきアメリスさんがよく主張したと私は思いますけれども、でもあの聞いてる方被害者として聞くと、うん、じゃあまたじゃあ正しいなのかみたいな反論したくなるんで、だから面倒くさいかもしれないけど何とも私たちは非を認めるところを認めます、うん、だけれども私が主張すべきところは主張をすべきだという態度になると、その曖昧さ、うん、日本の独特のその曖昧さがなくなることによって問題はよく、うん、歴史問題を含めよく解決していくと私は思います。なるほど、今日はいろんな話を聞いてきましたけど、もう峯岸さんは日本の、過去の行動を国内に伝えないといけないと、韓国 の、その教育問題も取り上げましたけど、やっぱり日本も直視しなきゃいけない面もあると思います。やっぱりあの日韓対立で誰が一番被害を受けているかというと、うん、あの国民であり、まあ、経済企業であり、うん、そして今回安全保障まで、うん、その及んでしまったわけですよね。ですからやっぱり先ほどキム先生がおっしゃったように、やっぱ政治がうまくこの溝を管理しながらですね、うん、で日韓関係をこ うまく回していくことによって国民が、うん、不安にならないように、うん、ということが私は大事だと思います。そうですね、キムさんは過去のことではなく現状そして未来志向でいこう、ね、いくら冷戦が終わったとはいえこの地域はやっぱり依然として緊張がありますし、中国なんか隙あらばあのついてくるようなところもあるので、うん、歴史認識、まあ、今は日韓ですけれども将来的には北朝鮮中国も含めて大きな問題となる要素はあると思うので、はい、管理が大事です。参考になる議論でした。今日はどうもありがとうございました、はい。